はい、こんにちは、尾形です、えー。今回の動画は、疑惑方程式の2番目です、えー。これは解析力学、機械学的視点からという、まあ、動画シリーズの17番ですけど、17番目の動画になります。えー、今回はですね、どういう話をするかというと、疑惑方程式の続きですね、相対論的量子力学の、まあ、基礎方程式の話の続きです。 ええと、前回までの話ですね。まあ、この動画シリーズはですね、あの物理量が座標の取り方に依存しないっていうことが、うーん、がまあテーマだったですね。だからその視点からいろいろその力学とか物理学のねこと、はははえー、ことをいろいろ考察してみて、まあやってきたわけです。で、えー、と物理量、座標の取り方に依存しないから、あの物理量、まあ、物理的に本質的な量っていうのはまカから、 あれはベクトル、あれはテンソルとかの量であるっていうことを、まあ今まで説明してきました。だからすにスカラ、ベクトル、テンソルである。だからスカラ、えー、座標に変化に依存しない。ベクトルはその、ベクトルの変換則に従う。テンソルはテンソルの変換則に従うっていう。まあそ、それがまあ物理的に、本質的な量であるっていうことでした。で、前回その、ック方程式っていうのをお話ししました。これ特殊相対論的な量子力学。 まあ方程式ですね。まあ、非相対論的な、あの、物理でいう、あの、シュレンガー方程式に対応する、えー、方程式ですね。で、こういう形、形してました。で、これね、えー、ここ、シグマ。これ、シグマシグマ2、シグマ3っていう、パウリ行列のセットなんですか。ですが、これと、あの、ベータって、これ 4×4 行列です,です。で、それで、この、う解、ハド関数ね、不細っていうのは、こう、4つの成分を持つ量なんですね。 で、物理的にはこれね、二つ、四成分のうち二つは正のエネルギー解の、に相当する。で、えっ、ー、と、残り二つは負のエネルギー解相当するっていう、まあ、持って話しました。で、今回はですね、この、デュア方程式はその相対論の方程式ですから、こう、ローレンツ変化で不変でなければならないっていうことです。で、そっからね、その、波動関数ね、この不細っていう四成分の波動関数。これが、 あの、ね、どういう、えー、変換速に従うかっていうのね、ローレンツ変換に対してで。そしてこれは、まあ、スピノールっていうね、まあ、正確に威クスピノールなんですが、その波動関数、リラックスピノールっていうである、である。スピノールっていうね、新しい変換速に従う、えー、量であるってこと。そういう話を、まあ、メインにしていきたいと思います。これは今回の予定です。 えっと、内容はこんな感じです。まあ、最初にね、リラク方程式のローレツ変化を受ける共演性っていうのをね、どういうふうに変化していくかっていうのを調べて、そして、そこからスピノールっていうのですね。要するに、えっ、ー、と、解がスピノールである。でそしてスピノールがどういう変化速度に従うかっていう話をします。で、あとちょっと、えー、数学的、こうリーグンとリーダイスの話をちょっとしまして、あと、これ、疑惑強化薬ですね。うん、これはあの、疑惑方程式の解に対する、あの、相対、 そそのえら、想定に相対するのがディラック規約で、ちょっとね、今までの、単なるね、複素規約とはちょっと違う定義するんですね。そ,れそえっ、ー、と、それと、ま、確率密度の話し,します。これ、今回の予定。えっ、ー、と、まず、逆方程こういう方程式でした。で、シグマっていうのは、このね、えっ、ー、と、パウリ行列3つをね、これをセットにした、えー、ものです。で、ベータっての、ね、は、こういう、はい、えー、行列ですね。 これ、愛通点は、こう2、二次の単位行列ですね。まあこうう、まあ、こういう、マイスシグマとベータ、こういう 4×4 行列なんですね。ですから、プサイっていうのは4成分量ですね。で、そしてね、このリラ工程式が、ローレンツ変換に対してどのように変化するかっていうのをこれから調べます。で、そのためちょっとね、リラ工程式をね、扱いやすい形でちょっと書き直してみますね。えー、そのために、あの、1の,この、ね、この、式の両辺に、左から、こう、ベータっていう行列をかけます。で、そうすると、 こういうふうに、えー、書き直すことはわかります。あ前よりは彼、えー、対称線のようにスッキリした形になってますね。で、ここでガンマ、ミューってできますこれガンマ行列と呼ばれる行列でして、このように定義されます。で、ここはシグマ1、シグマシグマ3っていうようなパール行列でして、まあ、これを使ってこんなふうにして定義される行列。です。そしてガンマ行列の性質として、まあ、重要なものとして、こういう反交換関係を満たすということが、うん、満たします。 えー、まあわかります。ここで、イータっていうのは、えーと、特殊相対論におけるこの計、まあ、量テンソルなんですが、えー、と今までね、確保に、以前ね、えー、特殊相対論やったとちょっとね、あのここ、符号逆でしたが、えー、ここはね、要するにこれ、要するに時間の成分に対しては1、で空間成分に対してマイナス1っていうふうに、まあ、取るんですねす。今までと違うんですが、これ、素粒子物理ではまあこういう流儀でよかったます。 あと、あと確か、ランダルディシッツの、まあ、物理、理論物理学協定も、まあ、こういう流儀でしたね、確か。ええー、と。で、その理力方程式なんですが、これ、ローレツ変換で普遍であってほしいわけです。この方程式が。では、これね、ローレツ変換でどういうふうにして、この方程式変、えー、変化していくかって調べてみましょう。まあ、こういうローレツ変換を施します。で、まあ、こういう形してますね、ローレツ変換。で、このラムダって行列は、これを満たすっていう。 です。こういう、これを満たす変換が論列変換です。で、この時、波動関数はどう変化するかっていう。まあ、これは線形方程式ですから、もう、不これは線形に変換するとか関して考えるのは自然ですね。要するに、こういうふうな形になります。で、これ S ラムダっていうのは 4×4 行列でして、まあ、こういう形になるとします。で、そして、ここから、あの、離落方程式。これが論列変換で不変になるように、この変換行列 S ラムダっていうのを、まあ、決めていくわけです。 じゃあちょっと計算してみましょう。まあ、ディラク方程式ですね。で、これにローレツ変換をこうどこします。で、プサイっていうのは、えー、えこういう変換します。これ代入します。で、そうすると、えー、と、新しい座標でのローレツ、ディラク方程式はこういう形になります。ね、で、これに左から S ラムダっていう行列をかけるとこういうふうになります。で、そうすると、 えっとね、変換後ね、新しい変数座標についても、リ履落方程式になりたいって欲しいんですが、ここ、青で書いたね、この部分、これが、あのー、ガンマ行列にイコールになってほしいわけです。ですなわち、こう、なるわけです、ね。こういう明るい字の書いた方,、えー、と方程式に、この S ラムダっていう行列は従うわけです。 あ、まつまりそういうことですね。リア工程式の解、さらに変換則。で、ロ、えーレ変換ね。これに対して、えー、リア工程式の解はこういうふうに変換します。で、そして、これね、S ラムだったよこれ次を満たす 4×4 行列であるってわけです。で、えっ、ー、と、これはね、新しい変換則に従う、えー、と物理量がこう定義します。要するに、えっ、ー、とね、こういう変換則に従う、えー 上の変換速に従う負採ってね。これは、あの、でえぇ、ー、こういう量を、まあ、あリラックスピノルと呼ぶことにします。こうローレンツ変換に対して変換速に従う不採量です。で、そうしたこ今後出てくる S ラムダっていうのは変換速の差に従うっていう。まあ、こういう変換をするような量っていうのを、まあ、あリラックスピノルってまって、まあ、これかま、単にリスピノルとまあ言いますけどね。えー、と言います。これは新しい変換、換、あのー、変換速に従う量が出てきましたわけです。 で、要するに、ディラコで、そのスピノールっていうのを考えるっていうのはです、ね、ディラコ定式はローレツ変化で不変であるっていう、まあ、これは、まあうん、まあ大前提があるんですよだ、うん、でそのために、ハ、えーえー、ード関数はスピノールという新しい変換則に従うっていう、えー、ものでできたわけです。だから、ローレツ変換、相対量の変換で不変であるために、そのディラルってものを考えなければいけないっていうことになったわけです。 で、えー、じゃあ、この S ラムダっていうね、えー、行列。まあ、こういう変換則に従うんですが、じゃあ、これを満たす S ラムダは具体的にどういう形であるかっていうのをこれから求めてみましょう。えー、波動関数ね、スピノールである。まあ、つまりこういう変換に従って、S ラムダっていうのはこういうふうに従うわけですね。で、この4っていう、この方程式に従う S ラムダっていう具体的に求めて、スピノールの変換速度を具体的に求めてみましょう。 えー、まあ、何度もできたこの式です。まずね、えー、と無限小ローレンツ変換倍についてしまいます。つまり、ラムダっていうね、この行列。これが、えー、とこの結果をデルタ。要するにあの、あ単位行列。プラス、デルタラ、オメガっていう。微小な、えっ、ー、と、量。で要すね、単位行列プラス微小な行列、デルタオメガで表せる、割り表せるンツ変換。無限小ローレンツ変換倍数でいしまいましょう。 で、そしてですね、ローレツ変化で、この、えぇ、ー、まあ、こういうに従うわけですから、これ代入すると、このデルタ、オメガっていうのは、えー、と、これですね。えっ、ー、と、そ字はね、この、イータっていう、うん、特殊相対の時と同じように、こう、イータっていうんですかっていう、そう字の、えー、上げ下げやりますが、これ、えー、と反対称であるってことは分かります。これは、ここに代入することによって、簡単にチェックすることができます。で、そこで、 S ラムダっていうのを、これに対応して次のように置きます。で、ここはシグがミュニュっていうのが出てきました。これ 4×4 行列でして。で、そして、これはね、えっ、ー、と、ミューとニューについて反対称である。要するにミューとニュー入れ替えると符号変わる。です。これデルタメオメガっていうのが反対称であるとこが、こういう要請が起きます。で、それをね、えー、5式に代入する。この右、2番目の式代入すると、こういう式が、 えとこのシグマっていうのはね、こういう式を満たすってことが、まあ、チェックで分かります。で、このシグこれを見たシグマって求めたいんですが、これちょっとね、えー、実はこれ答え分かってて、こういうふうに置くと、さっき言ったね、ガンマ行列っていうのを持ってくると、こういうふうにしたシグマって定義すると、これは、えー、さっきのね、えーと、この式満たすっていうのが、まあ分かるわけ。チェックできます。 で、そこはね、無限小の両列変換の場合は参考にして、あのエスラムダって求め,求められました。で、次、有限の大きさ大きさの両列変換。要す無限小でない両列変換バ場合はどうなるかっていうふうにしています。これはね、無えー、と有限の大きさの両列変換っていうのは無限小の両列変換をね何度もラムダでやって、それを積み重ねたもので表されるってことで、かそ,うまあ、そういうふうに考えます。つまりね、えー、とラムダっていうのを、こう、両列変換こうラムダで置きますと、 えっ、ー、とね。ですので、こう有限の大きさの論列変化って、これはだからさっきの、えっ、ー、と、デルタオメガって代わりに、この、まあ、オメガっていう量を持って、行列考えて、これ、N 分のオメガってよねあれ。で、N をね、まあ、大きいセットとか、まあ、無限小論列変化なんか、それをね、N, N 回繰り返すってわけ、まあ、つまり N 乗するわけです。で、そうすると、無限の大きさの論列変化って出てきますね。まあ、これ、つまり、これ、エクスポネーシあのオメガって行列です。 でそれに対して、さっき無限小の浪漫の場合の考察から、S、この場合ね、有限の大きさの場合には、このラムダ、S ラムダっていうのはこういう値で取ればよいということがかりますで。ここに対応して、この代わりにこの行列を持ってくるわけですね。でそして、N 乗して、N を無限大に持っていく。そうすると、すなわち、この S ラムダっていう、こういう行列の指数関数、行列の指数関数で表されるということがわかります。 で、まあ、これ使って、ま、計算すればいいわけです。まあ、それすぐ後でやりますが。で、これね、えー、ちょっと、あのー、今考えて、ローレンツ変換さこれ、正確にはね、本儀ローレンツ変換っていうわけです。あのー、つまりこれね、つまりこれ、無限小ローレンツ変換、積み重ねられるローレンツ変換のことをこう言います。本儀ローレンツ変換。つまりね、えっ、ー、と、口頭変換ね、要するに何もしないものから、徐々に徐々に連続的変換して得られるローレンツ変換のことを言います。 だから今考えたのは本気、労列変換です。あとね、あと言いますけど、時間判定、空間判定っていうのは労列変換の一つだけど、これは本気、労列変換ではないんです。えー、っと。まあ、とりあえずやります。えー、っと、今話まとめますと、えー、っと、本気、労列変換っていうのは、こうやってね、エクスポエンスオメガで表されます。で、オメガっていうのは、こういうふうには、このような反対小数に満たすっていう行列です。で、これに対して、ディラクスの変化に現れてくる S、ラムダムでっていう行列っていうのは、 これに対して、これを、これに置き換えるっていう。うん。ば、え、え、ば、そうすれば、S ラムダっていうね、スピノールの変換行列が得られるというわけです。で、そこで、ここで、シグマのオメ、えっ、ー、とミュ、ニュっていうのは、こういうふうな行列です。具体的にはこの下で表されますね。こんな感じで、えー、あ表されます。じゃあ、S ラムダっていう具体形を求めましょう。 えまずね、えー、X 方向のローレツブーストって言います。要するにね、あのー、座標軸を、えーと、要するに座標形をねあ、えー、元の座標形に対してちょっと等速運動で、ねえーううん、動かしてる、こういうまを、あ、ローレツブーストって言うんですが、この場合どうですか考えましょう。どうなるかって考えます。で、微小なローレツブーストっていうのはこういうふう、えー、とね、こういうならそうます。 うん。まあ、これすわかりますね。えー、これ V っていうのは、こう、えー、V っていうかな。ラえー、デルタ、ファイっていうのは、この、これ合わせ C 分のね、高速度分の、えー、この座標系の速度。うん。動く速度。V では、わで、これ一に比べる。こ微小の大きさです。で、そうすると、これに対って、えっ、ー、と、デルタのオメガっていうのは、どういうふうに合わせるかって言うと、今ばこれね、このデルタ、これがちょうどマイナスのデルタファイってあるんです。 で、えっ、ー、とね、添字を上げると、えっ、ー、と、0の添い字を上げても符号か内ないから、これ、えー、デルタファイです。で、で、で反対性整から、デルタのオメガゼロ1っていうのは、こう、マイナスはこれで合わされてるたわけです。で、あと、まあ、その他の成分は、デルタオメガの成分は、こう、ロってうわけです。ですなわち、えー、とデルタオメガっていう行列っていうのは、こういうふうに合わされてるってことはないます。で、ここから、えー、ローエンスブーストをまず求めてみましょう。 今はね、オメガ行列のエクスポネーションを求めます。これはね、行列の指数関数の定義に代入します。これ大事でそれと、まあ、簡単な計算しますと、こういうふうにまとめられることがわかります。で、ちょうどね、えー、こう、単位行列に対してこう、に、えー、ハイパボリック、まあ、この絵を掛け算したものが出てくる。で、これはね、えー、テイラー展開、えー、と、ハイパボリックコサインマイナス1のテイラー展開がちょうどなっているわけです。 あとは、こういう、もう一つ、こういう行列を求めますが、これをまとめると、この係数は、こちょっとハイポブリックサインというのが出てくるわけでして、結局、こういうの元を求められることが分かりました。これは要すが、X コース方向の、ローンツブーストの、この、まあ、ローンツ変換。ね。は、えー、まあ、この式で表せることが分かりました。じゃあ、これに対して、S ラムダっていうのを求めてみましょう。S ラムダはこういうのを表されます。 えー、オメガっていうのはこういうふうになるわけですね。で、これに対して、この、これよの指数関数、行列の指数関数もとれてみましょう。まずね、このか、この行列ね、えー、これ自体計算すると、これはこういうふうに表されます。これシグマ版。これはシグマ版っていうのパウルリ行列ですね。で、これの、ね、エクスポネションを計算していますと、まあ、これはその、え、処的な、えー、線形代数の計算でできます。で、そうしてこうすると、こんなふうにまとめまえます。 えと、ハイポボリックコサインの2分のファイ、ファイポイックサインの2分のファイっていうのが、これのテーラー級数展開が出てきまして、結局、ロイツブーストに対する S ダムだっていうね、スピノムの変換行列は、こんな風に形で表せることがわかりました。さっきはね、こう成分ね、えー、ファイのハイポーエクコサインって出てきて、こうファイの、まあ、ハイポーエクサインとか出てくるんですが、これ二2分のファイが出てくるってこと、えー、ちょっとことを覚えておきましょう。 2分のファイルが出てくるんですね。こう、スピロンの変換行列は。で、次、えっ、ー、と、あとね、あ、そう。えっ、ー、と、Y 方向、Z 方向もね、同じローレッブーストに対変計算して、それに対してスピロンの変換行列計算すると、まあこ、こんな風にならせることはわかります。で、次にね、え今度は空間解体を考えましょう。う Z 軸の周りの空間解体。まあ、こういうですね、回転です。 でこれに対しては、まず、ローエンツブースだって、これね、要するに、あの、これ線形代数なのでして、まあ、こういうふうになることが分かってます。で、それ、これはね、えー、っと、こういう行列のエクスポネンシャルで表すことをチェックできます。つまり、この、えー、オメガの成分はこうなってことはですね。じゃ、このオメガに対して、この S オメガ、S ラムダっていうのをね、計算すればいいわけですね。えー、これを計算するわけです。で、そして、まあ、そうすると、今度はね、これね、えー、こういう行列で表すわけす。 シグマ3っていうのね、これを対角のべだ。これシグマ3っていうね、これちょうどね、対角、対角行列ですから、これ S ラムダって簡単に求めます。こんなうになります。エクスポレンシャルのプラマイ2分のファイっていうのを、ね、これですこれがスピノルの変換行列になります。えっと、同様にして、X 軸前回転、Y 軸前回転に対するスピノルの変換行列はこういうふうにして求めることがわかります。 えっとね、さっきと言うようにね、ここをね、あの、二分のイっていうのが成分に表れてるということを注意しましょう。で、ここからね、ちょっとスピノに対して、ちょっとね、不思議な性質が出てくるわけです。えー、それどういうことかっていうと、スピノってね、こう、座標をね、1回転するっていう。そうすると符号が反転するんですね。えー、要するに座標は1回転、360度回転すると、えー、それ元に戻るわけなんですが、不思議なことはスピノムって符号が反転してするわけですよね。 まあ、なんだかな、メビウス伸びて、ちょっと一周するとね、反対側に行くっていう感じで、<laughs> まあ、そんな感じになっちゃうんですね。なんで、これ、えー、どういう、どういう、えー、どういう分かるかというと、今さっきね、Z 軸前の空間回転に対するスピノールの変化速度はこうなるっていう、でスピノールの変化行為速こうなるってことだったんですね。でそうすると、これはね、えっ、ー、ファイ。 えー、これ回転の角度。これね、2分の π とすると、これちょうど s ラムだって、これね、マイナスの単位行列になるわけですね、こう。ですから、えー、波動関数ってね、不動、符号が反転するわけです。マイナス π でイ、で、それでちょっ二2回転。だから、φ イ,イコール 4π と置くと、これちょうど s ラムだってのはね、単位行列になって、えー、波動関数で、π これ元に戻るってわけです。だから、1回転すると、えー、逆方向になる。 で、えっ、ー、と、で、帰回転、もう一回転すれば元に戻るっていうわけです。まあ、リラック方程式っていうのはね、まあ、あのー、線形方程式で、ね、符号判定しても影響を受けないし、えー、物理的観測作用っていうのは、波動関数の絶対値の地上ですから、まあ、符号が判定する分にはこう、観測量には、まあ、うん、影響しないんですが、まあ、とにこういう,う、数学的にはこういうスピードをってね、一回転すると、本来なら元に戻るはずだけど、これ、 符号が反転逆転してしまうという、ね、そういうちょっと不思議な性質を持っているわけです。あと、えっ、ー、とついでに、ですね、ギラコ公式の変換数、ローレツ変換に対する変換ですが、あの、ね、次の変換に対しても不変であることはわかります。で空間反転ね、要するに空間変数ね、これを不反転させるもの、あるいは時間反転、要するに時間を逆転させるっていうね符号、これに対してもギラコ公式が不変であることはわか分かってます。 で、これはね、軸空間って時間あっても、労熱変換です。これ、本気労熱変換はないです。これはね、あの、えっ、ー、と、口頭変換から、えぇ、ー、じり,じりじりと変形してて得られる変換ではないってわけですが、これに対しての不変であることわかる。で、あとね、えー、その、ディラーコー子シの解に対しては、過電協力変換っていうのがあるんですね。これ、何、どういう変換かっていうと、これ、正のエネルギーの電子と、負のエネルギーの陽電子を入れ替えるっていう変換考えます。 で、これはね、えー、数学的にはこういうふうに表されます。C というのはこういうふうに表せる行列ですが。で、こういう変換をするとね、これに対してもディラコンテ式が不変であるっていう。うん、こういうことはわかります。で、化キュア変換ってのはどうなのかっていうと、具体的にこういうふうに、あの、プっていうのを4成分量で表すと、この化キュア変換は超こういううになるわけです。えぇ、ー、プサ1、プ2っていうのは、こう、性エネルギーがここはこう、 え、下の方になって、要するに、風エネルギーのところになって、風エネルギーのところの、え、プサイスリー、プサインっていうのは、今度は正エネルギーのところに現れてくるっていう、こういう変化なんですよ。まあ、こういう変化も、ま、ああるんですね。まあ、これに対しても不変であるってことは言えます。えっ、ー、と、今度はね、リー群とリーダイスの話、ちょっと数学的な話です。さっき、ね、論理論列変化ってこういうふうにあらせるっていうふうに言いました。えっ、ー、と、 要するに、こういう、オメガって行列のエクスポネンシャルをね、指数関数で表せる。行列の指数関数で表せるっていうのはです、ね、本気、ローレツ変換っていうのは。で、これはね、リーグンの、まあ、例の一つなんです。うん。えっとね、ちょっとね、これはリーグンとリえで、ー、あ、そういったものはリーダイスっていうのをちょっと、えー、定義してます。リーグンっていうのはね、えー、っとね、そう、リーグンの元 えうん、これが連続変数でパラメータ付けされているような行列群ですねこれ。まあ、そういうふうに、そういう理群と言います。まあえーまあ、ここらしまは行列の群だけ考えることにします。で、理群って、まあ、数学的にはもうちょっと、ね、厳格に、厳密に定義されているんですが、ここはまは要するにね、連続変形ね、えっ、ー、とね、行列でその行列がちょっと連続パラメータ付けされているという、それ集まりをリー群と思っていただければいいわけです。 で、これに対して、その、それともなう、それに付随するリーダイス、あるいはリーカンって言いますが、これ G っていうのを表しますが、これ同一文字で表しますが、これはね、えー、っとね、要するに、うんと、要するに、これのエクスポネンシャル、行列の指数関数を取ると、これがリー群になる、含まれるような、元リー群に含まれるような、えー、行列、オメガ。これ全体をこうリ、その、元リー群 G に対応するリーダイスと呼ぶことにします。 正確に言うと、オメガの、まあ2の、任意の定、自治数倍。これが、アンリーグに属するっていう。まあ、そういうような行列の集まりです。これ、えー、これはね、あのー、これ G のドイツ文字ですね。えーまあ、リーダースとっていうのはね、あの、ドイツ文字で書くことが多いんですね。あまりね、数学以外でね、使う機会ないんですが、で、数学科とかで授業を受けないと、ころリーダーその、ドイツ文字の書き方ね、<laughs> そういうこと一緒ないと思うんですが、これ手書きでどう書くかっていうのは、これね、えー、と、ネットとかね、フラクトゥールとかね、ドイツ文字とかって、そういう検索ワードを入れればそれ、あのー、画像、手書きの画像っていうのは、ね、すぐ出てきます。えー、と昔はですね、そういうのなかったですね。私、学生のときはインターネットなかった時代なんですね。えー、とね、ちょっとね、 の論文とかね、ちょっとセミナーやっててね、こういう、もう画流でドイツ文字書いててね、それで、ね、そしたら先生にね、これこういう書き方じゃないんだよって笑われたって、ね、笑われたんだけど、本当にどうか、どうやって、本当はどうやって書くのっていうのを教えてくれないんですよ、ね。まあ、昔の先生ってそんなもんだったんですけどね。ええー、と、まあ、どうやって書くんだろうと思ってたんですけど、今こうやってネットでね、インターネットでこういうの簡単に調べられますから、これ便利になりましたね。まあ、ともかく、えー、リーグとリーダーですはこういうものです。 えっと、で、リーグンとして、今ね、本気、労列変換全体からなる分としますと、えー、要するに、えー、こういうふうに、要するに、こういうふうに表される、えー、行列が、要する、ね、に、本気、労列変換の分です。こういう、えー、オメガってこういう反対性を目指すっていうやつ。で、でそうすると、リーダイ数ってのはどうなるかっていうと、こういう、えー、行列全体ということになります。 じゃあ、この D イ数に属する、えー、と行列どう表されるかというと、これを、ね、展開されるところがわかります。そうするとね、このオメガってちょうどね、この,この6つの行列ね、これを規定に持つように、これの一時結合で、まあ、表されるっていうわけですね。だすなわち、この D ス数 G っていうのね、これはね、 これらの6つの行列を規定とする6次元の実線形空間であるということは、ベクトル空間になっているんです。これあのリーダ代数のね重要な性質です。ベクトル空間なんですね。で、そしてこ,のこれらの規定のことをまあ物理的には、こう、生成子というですね。いうみたいです。で、中途的にねリーダー、リー群にスして D 代数はこれ実線形空間であることは証明できるんですね、これ。 えー、これはこういうふうにね、えー、線形代数のね、うん、を満たすことはし、調べるわけですが、まあ、このオメガはオメガ2が D 代数に属するときに、これはこの和が D 代数に属するってことこれはね、えー、こういうふうに表すとですね。このオメガはオメガ2の和のエクスポネンシこういうふうに表されます。です。えー、これね、あの、トロッターの公式なんて、まあ、物理では聞いたことあるかもしれないですが、です。 で、これはね、えー、で、これはね、オメガ1、オメガ2って D ーダース属するから、この、ここの、オメこのエクスポネーショこれはね、D 群属するわけです。まあ、本義ローレズ、群、大変化。本義ローレズ変化です、ね。えー、で、これは D 群属する。あで、そして、この X、えっ、ー、と、リミットを取るわけですから、この極限も D 群属する。あ、ここ、すみません、ここ、えーと、 ここは、G、えっ、ー、と、ドイツ文字の G でなく、リーダースじゃなくて、こっちの方ですね、リーグの方です。これ G。こっちのリーグ。だからこれが、リーグ、大文字の G。これ属すってことです。すみません、間違えました。えー、で、あとね、この、オメガがリーダースに属す、えー、そして、A が実数だとすると、この、えオメガが実数 A 倍。これがリーダースで属すこれはね、リーダースの定義から地名です。えー、ここから、リーグのリーダース、これ実線形空間であることは分かりました。 でとさらに、こうオメガオメガ2がこう DDI 数属すると、これは公開指摘ね、これこれも DDI 数属するということはわかります、えー。これはこういうふうにして、わかります。えー、こ公開指摘のエクスポネンサャルどう表されるかというと、こういうふうにして表すわけですね。えー、ここでそして、ここの中、ここのエクスポネンシャルは D 群属するわけですから、この席も D 群属する。で、そね N 乗 N 字乗のね N 次上の乗用したもの、D 群属する。 で、リミットを取ったものをリーグに属するわけです。ですから、これはね、リーグに属するんです。僕ここもすみません、ここ、えー、っと、このドイツ文字は G でゃなくて、こっちのね、えー、リーグの、G、大文字は G の方です。ちょっと。あと、ウェブに、こう、PC スライドア、あのアップするときに、こう直しておきます。ちょっと大変申し訳ないです。えー、っとですだからね、あの、物理なんかこういう公開書っていうのがよく出てきますよね。あのー、解析企画のポアソン括弧とか、あるいは量子企画の、こう、演算の公開書ね。 だから、こういうのよく出てくるわけですが、だから、こうやってリ D ー代ー数っていうのを、こう、うん、考えるわけです。で、あの、リ D ー代ー数っていうのを、あのー、中世紀定義すると、あの、こう、整形空間であると同時に、こう交差関係、交換、交換史跡っていうのを考えて、そういうもまた、えぇ、ー、そういう演算体質を閉じているようなものです。こういうのを D 代数っていうのを、定義数わけです。だから、こうやって、こういうね、交換史跡っていうのは、こう、D 代数の、まあ、重要な、 まあ、まあ、量になるわけです。うん、えっ、ー、と、最後に、ディラック協約っていうのを考えます。えっ、ー、と、ディラック協約。まず定義はどうなるかっていうと、こういう量です。まあ、こういうふうに合わせるディラック協約。えー、ものをこう、えー、ディラック方程式は元の解の,解のえー、協約っていう。これが、要するに、あの、相対論的量子やかね、ディラック方程式における解の相対。 相対解というか、ね、相対ベクトルというか、相対になるわけです。で、今度はね、えー、これじ,じゃあ、このリ履ク協約ね、これ、ローエル全開に対数変換する変換速度どうなるかって調べてみましょう。で、このさっきのね、このシグマっていう行列、これはこういう満たすってことをうん、分かってチェックできますが、こういう使いますで。そうすると、これね、えー、っと、まずね、こう S のラムダをこう、だが、エルミト協約、これい、えー、両側にこうガンマゼロっていうのをかけたもの、こういう計算しています。 そうすると、こういうふうになって、こういう線形代数の計算がこういうふまして、ちょうどこれはね、この行っていうね、これはね、S ラムダの逆行列になります。そうすると、こうリラック協約の変換どうなるかというと、変換した後の、いろいろ変換した後のリラック協約、まあ、こういうふうに計算できます。でそして、ここね、ここはね、ガンマゼロっていうのはね、自情すると単位行列になってから、こういうこうに発散するわけですで。そして、ここね、ここね、今、 ええー、こう、導いた式を用いる特徴ょここ S ラムダ、こう、逆行列で出てきます。で、それと、ここで、ねえー、リラック協約こうなるわけです。だから、つまり、リラック協約をね、同時に変換する,変換するとこ、こ超ちょうどね、あの、こう、S ラムダってこうへ、元のスピノルの変換行列の逆行列をかけるかかる形になるわけです。でその結果、えー、っと、この、スピノルと、このようなリラック協約、 こういう席取った、こういう,ふうに席取ったもの。これスカラーであるってことはかんだからね、あのー、相対関係同士疑惑では、この疑惑協約を考えたら、こういう量が、まあ、基本的には量に、まあ、なるわけなんですね。で、えっ、ー、とね、こう、もっとこう確率密度ってのこう表せやはされました。これに対してね、あの、疑惑方程式の前回の動画の話から、こう、確率密度比っていうのはこういうふうに表せることがわかりまして、 そうするとこ,、ね、この確率密度第第0成分。うん、そして、この確率密度流っていうのは、このね、1対1、2、3成分に取ったものを、こういに取って、予言確率密度流っていうのを考えることできるんです。うん、まあ、できるわけなんですが。で、この予言確率密度流、これはね、反転ベクトルになるということわかります。だから、この確率密度とこの密度流ね、えー、これセットにしたものは、ちょっと反転ベクトルであることを示される。 実はなるわけです。で、これ正面はね、この列変換に対するこの、えー、この変換速を調べていいわけですね。えー、列変換した後の、えー、J っていうのは、まあちょうどこうなんですが、これはね、えー、と、スピノーとこの DFQI に対する変換速からこうなります。で、そうすると、この、ね、S、この青で書いたところをね、S ラムだって最初に言っ,言った通り、これを満たすように、えーまあ、S ラムだって定めたわけですから、ちょ、こう出てきて、 でちょうどそうしてね、こう元の J にローエル変換を施したものでできたわけでして、ね、ちょこうどえー、結局こうやって、えー、J っていうのはこう、えっ、ー、とね、判定ベクトルの変換速度に従うといるってことがもう分かったわけです。でわけでして、まあわけです。えっ、ー、と、こう確実にそれ、ここもリラックリ役ってできたわけですね、こうやってね。あの普通は常識役や、このなんかその、オブザーバブルのね、えー、この観測量の、 これ、ここのところはね、こう、プサインの、えー、エルミート規約かな。うん。まあ、その、普通のね、あの、複素規約をか,かけるわけです。で、計算してしたんですが、こう、自虐方程式の場合ね、相対論機量子規約をバイアスの回に、こう、自虐協約をかけて、これと元の回、スピノートの挟み撃ちするっていう。まあ、それにして、まあ、やるわけです。えっ、ー、と、以上で今回の話は終わりです。 えー、どういうことを話しか、話したかというと、うん、まとめてみますと、まず、ック方程式ね、こうなるわけですが、これ、ロイズ変換にして、対して不変であることから、この解、不細っていうのは、ラッス疑惑不っというね、こう新しい変換速に従う、えー、と、量であるということができたわけです。できた。だから相対論的に、この不変性っていうのを要請すると、 この解、ディアコーテンシーの解というのは、スピノルでっていう新しい観測に従う解、えー、物理量であるということです、ね。普遍性からスピノルというね、新しい概念がね、この変,変換則に関する、まあ、新しい概念というのが出てきたわけです。で、そしてね、スピノルのこ変換則を調べた。まあ、そしてね、えー、いかにするとスピノル不法判定するということです。で、あと D グと E イスってありました。 リーダ体数っていうのはね、そのエクス,そのエクスポネンシャルがリーグに属するような、えーまあ、行列、そういうのう、ね、集合して、で、これは実はこれ線形空間であって、そしてさらに交換式で統一で話しました。で、最後にリラック協約と、あとス,、まあ、これスピノの協力相対なんですが、デ、ま、ィ、あえー、ラック協約っていうの,の話をしました。というわけで今回の話は終わりです。えっ、ー、と、次回はそのデ、えー、ィラック方程式のこうゲージ不変性って話ができる。 でゲージ不合性解析はこれ電磁波とかっていう、そういう概念が出てくるって話をちょっとまあお話したいと思います。だから基本、今回の話はこれで終わりです。皆さんご清聴誠にありがとうございました。